マルトラーナ教会キューポラに描かれたキリストのモザイクがマルトラーナ教会はイタリアシチリア州パレルモにあるカトリックの教会海軍帝徳の聖母マリア教会とも呼ばれるピアーナデッリアルバネージにあるビサンティン天霊の主教区東方天霊カトリック教会の一つであるイタリアビザンティンカトリック教会の一部でもあるサンカタルド教会に隣接し パレルモ中心部のベッリーニ広場を見下ろす場所に立っている。提督とは、教会の創設者であるギリシャ人提督、アンティオキアのゲオルギオスに由来する。ギリシャ語とアラビア語で書かれた、教会の創設時の検証は事実、上等法制教会であり、1143年から保存されている。建設はこの時点ですでに始まっていたものとされる。教会は、1151年に、 ゲオルギオスが死んだ時点で完成していた。彼と彼の妻は、去年、1184年、アラビアの旅行家、イブンジュバイルは教会を訪れ、後に記したパレルモについての記述の大部分を、教会への賞賛に費やした。1282年のシチリアの晩賞後、シチリア貴族たちは、マルトラーナ教会に集合し、シチリア王位を、アラゴン王ペドロ3世に依頼する結果となった。 1193年から1194年、教会に隣接する辞書に、ベネディクト会派の女子修道院が作られた。アルフォンソ五世知世の1433年から1434年、この修道院は、マルトラーナ教会に吸収された。それ以来、一般的には、マルトラーナ教会の名で知られている。16世紀から18世紀、修道女たちは、教会の広範囲の修正を行い、 構造と内部装飾を大きく変えた。マルトラーナの修道所たちは様々な果物をかたどったマジパン菓子の製造で知られていた。修道院はもはや存在しないが、古った日、マルトラーナは今もパレルモで最も有名な菓子の一つである。1935年、ベニートムッソリーニは教会をパレルモのギリシャ正教会コミュニティへ返した。現在、建物は イタリアビザンティンカトリック教会の日課で使われ、ピアーナデッリアルバネージにあるサンデメトリオ教会と共に大聖堂の地位を共有している。最初の教会はギリシャ十字型のコンパクトな他の字型で建てられていた。この様式はイタリア南部やシチリアでは一般的なビザンツ中期の建築様式であった。ありがとうございます。